こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。弊社は庄内一円のいらなくなった車や乗らなくなった車、事故車、不動車、故障車、低燃式のトラックなどの買い取りを強化しております。国内向け中古リサイクルパーツとしての価値、海外貿易向けパーツとしての価値、また金属相場などあらゆる角度から査定を行っておりますので、年式、走行距離などは問いません。もちろんお車の状態によっては買取掲示板の価格以上の査定見積もりにも応じております。特に下取りの対象とならないような低燃式の古い車、事故車、故障車、不動車などの買取価格には自信があります。最近の買取価格の一例では、トヨタエスティマ2006年式 ACR50W を8万円で買取させていただきました。ありがとうございました。お車に車検がついている場合は重量税還付にも応じておりますし、2018年2月1日から3月20日まで個人の方が弊社までお車を持ち込みされた場合、最低買取保証金額プラス2000円で買取させていただいております。もちろんご自宅までの送迎も承っております。詳しくは弊社スタッフが分かりやすい丁寧な説明を行って査定を行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。